中田敦彦のセカンド YouTube はビジネスや人生哲学が一問一答形式で学べる非常に有益なチャンネルです。皆さん、こんにちは。自由と希望が見つかる新世界チャンネルの平野です。このチャンネルの目的は、新しい世界を切り開くのに役立つ有益な情報発信をしている YouTuber を紹介することです。当チャンネルをきっかけに有益な情報がどんどんと広がり、誰かの新世界の発見に貢献できればとても嬉しいです。ぜひ動画が良いと思ったら、チャンネル登録、またはいいねやシェアのご協力をお願いいたします。はい。ということで、今日ご紹介するチャンネルはですね、中田敦彦のセカンド YouTube ということで、まあメインのチャンネルは多くの方が当然ご存知だと思いますけども、中田敦彦 YouTube 大学というですね、まあ本の書評や何か歴史や、何か一つのテーマをですね、複数回の動画にして、もっと徹底的にこう解説した、まあ講義形式の動画がありますけども、まあそちらはもうね、チャンネル登録も確か200万人を超えていて、チャンネル登録者数は公表はしなかったと思いますけども、200万人も優に超えているという大人気のチャンネルですけども、今回はですね、このセカンドチャンネルの方をご紹介したいなと思うんですね。まあ実際ですね、私が見るのも、このセカンドチャンネルの方が実際多いんですよね。で、これはですね、何かって言いますと、まあ本当こう、編集もそんなにこうされてないというか、まあちょっとこう、肩の力も中田さん自身抜けているというか、こう、話のもう間とか考える時間とか、まあそういったところもね、全部残されていて、非常にこう、中田さんの素が出てる動画なんですよね。そして、まあこれサムネイルで見てもらえばわかりますけども、まあどちらかというと一問一答形式。ライブなどエンターテインメントビジネスの今後どうなるのかとか、中田が反面教師にしている人物は誰かだとか、まあ、現代のね、リーダーに必要な資質って何なのかとかってことを、まあ、その中田敦彦 YouTube 大学をやっている中田さんの、その蓄積されたインプットされた情報、もしくは発信してきたそのアウトプット、あとはそのオンラインサロンで交流してきた仲間、あとは類まれな人脈ってありますよね。堀江貴文さんや、お茶陽一さんや、まあ、箕輪さんとかで、幻冬舎の箕輪さんとか、いろんなその、現代のビジネスのこうリーダーの方々とも、すごく人脈があるわけですから、その方々と交流をしている中で、養われている中田さんの答えですよね。それに非常に興味がある。まあ、言うなれば、ホリエモンや、ね、そう、今言ったような、まあ、お茶陽一さんや、まあ、前田洋次さんや、その幻冬舎の箕輪さん、一人一人の話を聞くよりも、それらを編集してまとめて中田さんの答えを聞いた方が、短時間で、よりこう効率的に、そして中田さん自身のエンターテインメント力で分かりやすく面白く学べることができるんじゃないかなっていうふうに感じてる、まあ、チャンネルがこのチャンネルなんですね。なので非常にですね、新着通知が来ると楽しみなんですね。あ、この動画見てみたいな。あ、この動画は今日はまあ見なくていいかなっていうふうに、こう選択しながら、まあね、すごい興味を持って見れるので、なんていうんですかね、中田敦彦 YouTube 大学は結構動画のボリュームもありますから、時間も長いし、扱う情報量も多いから、すごくこう勉強しなきゃっていうね、集中しなきゃっていう形で見ることもあるんですけども、こちらの動画はですね、非常にこうリラックスして、まあ、ある意味、なんかトーク番組をこう、だから流しているかのような感覚で見れるので、まあ、僕はね、こっちの方が、こう、普段の情報収集としては、なんかすごく心地がいいなと思うんですね。まあ、なので、こちらのですね、セカンドチャンネルも、ぜひ、チャンネル登録をして、チェックされたらいいんじゃないかと。まあ、いつもの通りですね、通知が来て、その通知の内容を見て、面白そうだったら見る。面白くなさそうだなとか、興味が持てなかったら見ないみたいなね、選択をすると、より情報収集能力が高まるんじゃないかなって思います。はい。ということで、今回は以上です。中田敦彦のセカンド YouTube、ぜひおすすめです。